すっごく小さくて便利ですこれ。ユース部に余ってます。そうですね、はい、僕チーズ抜いといていいかな、はい、あとなんかさ、スープさ、海の幸のマリネ、そのまま時計回りにこちら自家製ローストビーフのカルパッチョ、手前が小エビのトマト煮、それからカプレーゼ、中央がカポナータの胡椒でございます。はい、ネット失礼いたします。シンガーさんがこんなのあーすごいコラボ、なんか T シャツだけとかもこんなのガッチリやってるけど、いろんなものをやるにはドラえもんみたいにちゃんとしてその可愛いキャラじゃないと。ただそんなドラえもん可愛いのなんかの可愛いんだよね。すごいな。ティラミスですね。パンナコッタ、ズッパイングレーゼンというスポンジに液状が効いたシロップを染み込ませたカスタードクリームなどを使ったケーキ、レモンのタルト、焼きチョコレートケーキ、はい、中に栗が入ったカタラーナクレームブリュレですね。非常に濃厚なカスタードプリン、フルーツカクテルのマチェドニア。でもこのマチェドニアアレンジしたデザートでバニラアイスを中に入れてザバーヨーネって甘いソースをかけたパフェになります。なるほど、はい、このフォークのあれがすごい可愛いですね定番の味噌すごくかっこいいんですね。じゃあね、いやまた来ますよ本当に。ここもすごいですこのカメラは本当に優秀です。すごいね。